オズとトゥエルビがお届けする女子旅プラン、オズの女子旅ネクストガールズトリップ。冬ならではの美味しいグルメに雪化粧した美しい自然、寒い季節にこそ訪れたい富山県。今回はそんな富山県で心と体に効く薬膳トリップを提案します。富山県は古くから薬の富山で知られてきました。最近ではおしゃれな薬膳のお店も増えてきてるんです。体の中から元気に、そして綺麗になれる女子旅にぴったりな場所。医食同源のもと、たくさんの生薬が使われている薬膳。富山県ならこれが薬膳？と驚くような、見た目も可愛く味も抜群な薬膳を楽しめるんです。体にいいのはもちろん、美味しくなければ満足できない、女心をしっかり分かってくれています。せっかく富山に来たなら、老舗の薬屋さんにも立ち寄りましょう。江戸時代に富山を一躍薬で有名にした人気の薬を売るお店では、当時と変わらぬ手動式の機械で丸薬作りが体験できます。これが見た目以上に難しい。昔は薬を作るのも職人技だったんですね。苦い薬を飲みやすくするため親しまれてきた水飴も、薬の富山が生んだ伝統の食文化。1663年から続く小さな飴屋さん。創業当時からほとんど変わらない水飴は、麦芽とお米、でんぷんだけで作られています。自然の甘みは疲れが取れると大人気。お料理やお菓子にも使われています。綺麗になる薬膳トリップ、泊まる場所にもこだわっちゃいます。富山県を流れる美しい神通川を見渡すロケーションにある洗練されたデザインホテルで、頑張る自分に最高のご褒美。透き通る空気の中での雪見温泉。スタイリッシュなスパでは漢方オイルを使ったマッサージ。薬膳の定義を超えて、美味しく元気になってもらえることを追求したフランス料理のこだわりは、富山の食材で作ること。この場所のすべてが薬となって、心も体も元気に、前より少し綺麗になれた気がします。今回の旅の詳しい情報はオズの女子旅 TV で検索。